電源三種理論平成21年問16について解いていきます。このような負荷があります。線間電圧 EV。ここを流れる線電流 I1A とします。この時の I1A の大きさを求めようという問題です。まず、このデルタ結線のところをスター結線に直してしまいます。スター結線にしました。デルタ結線をスター結線に直すと、オームの値が 3分の1になりますよって3分の ROM となります。ここの抵抗を合わせると R プラス3分の R で3分の 4ROM となります。ところで、線間電圧が e ボルトですので、スター結線における総電圧は E にルート3分の1をかけてルート3分の e ボルトになります。ではここから抵抗と電圧ルート3分の E から電流 I1 を求めます。 電流イコール抵抗分の電圧により、このような式となります。この式を整理すると、このようになります。3とルート3を約分します。このようになりました。あとはこの式を整理すると、4R 分のルート 3E となります。よって答えの選択肢は、カッ3番 4R 分のルート 3E となります。カッ B の問題について、 先ほど抵抗 R だった箇所をインピーダンス Z イコール12プラス JQ に置き換えます。線間電圧 EV は 200V とします。この時、ここを流れる電流 I2 を求めようという問題です。ではまず、ここを流れる電流を I1 とします。電流 I1 の求め方は、カッコ A の問題で求めた式、4R 分のルート 3E の式から求めることができます。カッコ B の問題では、 先ほど抵抗 R だった箇所を12プラス JQ オームに置き換えましたのでこの R に12プラス JQ を代入しますではこの代入した式をこちらに表しますこのような式となります今電流 I1 は複素数で表していますので絶対値の式に置き換えます I1 の絶対値は4ルート12の2乗プラス92乗分のルート 3E となります電圧 E は 2 0 0ボルトですので E に200を代入します式を整理するとこのようになりますこの式を分母分子で約分しますここから計算を進めると結果3分の 10√3 となりますよって電流 I1 は3分の 10√3 となりますところでこのデルタ回路における線電流が I1 で総電流が I2 に当たります デルタ回路における線電流と送電流の比はルート3対1です。この関係から電流 i2 を求めます。i2 はルート3分の 1i1 です。i1 に先ほど求めた3分の10ルート3を代入します。そうすると、このような式になります。約分します。これをさらに計算すると、約3.3となります。よって答えの選択肢は、カッコ2番となります。